長雲殿だ。長雲殿が、ああ、よくご無事で。お怪我は。御宿。長雲殿。御宿。長雲殿、こちらです。御宿。資料御宿。資料、私の罪は死んでも消えません。理不尽は負荷で追われ、馬をお勧めしたのです。井戸に身を投げられ、ご遺体を隠すのが精一杯でした。若君だけお救いしてまいりました。生きて戻れたのも御宿のおかげです。若君をお伺いしてまして、先ほどまでは泣かれていたのですが、御宿、若君がご無事で何より。このために大将を一人失うところだった。お言葉でございます。命を捨ててでもご恩に報います。これを。おそらく諸葛亮の計り事だな。うん、上昇にお伝えしろ。はっ。